もこんにちは、くるみです。今日はアップデートがあったので、ちょっと新しい要素を見ていきたいと思います。もういろいろあって困っちゃうんですけども、なんかマカレンキンも変わったとかって言って、早速あれですね、びっくりマークがついてますね。転生、何が変わったんだ。あ、これあれか、新しいスキルが出るようになったっていうやつかな。とりあえず一回やってみますね。使わなさそうなやつ。なんかないかな。こんな感じで。よーし、やるぞ。で、もう早速受け取っちゃいます。じゃん。出来上がりだよ。新しい要素は来てないですね。よっしゃ、次行きましょう。今後ともご支援。そうそうそう、あれあれ。素材がですね、変わったんですよね。アイテム交換のバハリさんの、正規琥珀、この鎧玉近辺が増えたのと、あとこれ嬉しいのがこれですよ。水光源氏が来ました。こう今右の方の画面が点滅してるんですけど、水光源氏ゼロなんですよね。これ欲しかった。これ取るためだけに貝のモンスターを倒しに行くのもめんどくさいなと思ってたんで、まああと修羅源氏とかいろいろ来てますけども、あとこの薬用マカーブラ、ピオレーネにも協力してほしいんだけど、忙しいの一点張りです。忙しいの一点張りですな。とまあこの辺の素材もぐわっと増えてます。銃の大砲玉まで。キャーすごい。いってらっしゃい。あとはそうそう、さっきちょっと大整理をしたんですよ。特別なクエストが来ています。怪異等級クエストのダイエットをしました。怪異クエストに挑まれますか。おー、でもダイエット頑張ったんですけど、まだ100なんですよね。しかもまあ見てわかるようにレベル高いのはこういうのとかこういうのとかですね、やってたのは。っていうか他のは逆にこれぐらいかな、やってないのが多いですね。これはレベル下げたらやろうって感じなんですけど、これこのクエスト雷耐性で3匹揃ってるのがいっぺんやりたいんですよね。これちょっと81でも多分きついと思うので、レベルを下げて後でまた後日やろうと思ってます。他になんか面白そうなのって言うと、これは火ですね。対価で行く3頭立て50分なんでなんとかなると思ってますけど、100レベルだとやっぱきついかなっていうのがあって取ってました。これも対価対毒かな。これも50分あるんでいけそうです。将軍刻み辛いんですよね。痛いの釜が。
他はちょっとこの辺ゴアマガルとかゴシャガーギとか一個ずつしかないんですけど、これ2頭で潮流が来てる楽ちんなやつ、これもやりたいですね。あとは何かな、なんか面白そうなのあったかな。スルレギオスタン35本、これギリギリやれそうな感じなんですけど、1個しかクエがないです。あ、2個あるのか、これ50分のと35分の、これどっちの子、これ86だから、こっちを本来残すべきなのかな。でも35分の方があれ割がいいんですよね。ということでちょっとまだこう迷いが、整理に迷いが見えるあれなんですけれども、そう、一番迷ってんのはどれだったかな。 EX ランク順で50分、25分、30分、35分って一通り残してあるっていうね。これは大社跡と溶岩洞との2種類なんですけど、これももうちょっと整理しようかなと思ってます。もう25分残した方がいいのかな。もうクエストのレベルを上下できる今となっては50分残しとく意味がないかなっていうのはあります。さあ、これでまた採取してクエストを増やしていく手持ちがあと20個ありますんで、こう良さそうなのクエが拾えるといいなと思ってます。またお話聞かせてくださいね。あとこの人もなんか言ってましたね、さっき。元気してる？回連生が変わったよって。やるとしますか。ドーンと増えてます。回スロット拡張が増えてます。こうハンマーを最初の方メインで使ってて、このズズベアが一番結局攻撃力が高いんですね。それでさらに攻撃力強化して、これをメインのハンマーとしてハンマーの最後では使ってました。でハンマーの後はスラークを使うようになったんですね。スラーク、スラーク、まああれです、スラーク使いやすいねっていうのと、こう毎日ドスジャギーをやってた、ドスバギーをやってたのがあって、スラーク非属性っていうのが育ってます。防具の回連生はと、あ、出てきましたね、チュートリアル。安定型スキル特化型、スキル特化型は研究レベル121で解放されます。ということで、もしかしたら私はまだ解放されてないのかな。この怪異連星を編み出して、安定型島でしか解放されてないですね。褒めてくれるかな。防具の強化は、あ、防具の強化もできますね。ちょっと後でこれはよく使うやつを強化しておきたいと思います。大鎧玉いっぱい余ってるんで、もうそんなこんなで、あと盟友も連れていけるし、どこから手つけていいか分かんないっていう状態になってます。盟友と、あとそうそう、ゴアマガラ、コントンゴアさんは、
この人でしたね。この人に頼まれました。私たち忙しいのよみたいな感じで。という感じで、ちょっとこれからゆっくり考えてどれかやろうかなっていうか、まずちょっとリハビリをしないといけないなっていうのがあって、混沌ゴア行く前になんか少し一人でやろうと思います。というわけで今日はこんな感じで処方をお届けいたしました。ではでは、またご覧いただきたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。